森口泉を演じました杉崎花です今日は劇場にお越しくださってありがとうございますやっぱりあの上映前と上映後だと空気がまた違うなと思って本当に映画が届いたんだなということを今実感してい、えー、磯川修一を演じました萩原理久です、えー、こんな午前中からたくさんの方にお集まりいただきすごく嬉しいです梶山康介を演じました豊原光介です え今日は大勢の方に劇場に足を運んでいただいて本当に嬉しいです、えー、富樫隆之を演じさせていただきました安田健です、えー、9時半の会ということですけれどもこんなにたくさんの方が集まっていただきご覧くださり、えー、本当にありがとうございますえ監督の原です、えー、本日は本当にこんな朝早くから多くのお客さんに集まっていただき本当に感無量ですはい こうした作品ですが、現場の雰囲気というのはどういったものでしたか？うん、そうですね。あの粛々とこう。静かに熱を帯びているような空気だったかなと思いますね。はい、あの役者の皆さんのお芝居に、はい、素晴らしいという称賛の声もたくさん昨日から公開を迎えて上がっているんですけれども、結構やり取りは皆さんそれぞれされてから望まれたんですか？ もう本当にこう役柄の関係性であったりシーンの内容によるんですけど特に私は安田さんとのシーンが多かったのであのどんなふうに最初はあのコミュニケーションを取ったりできるのかなって緊張していったんですけど、うん、あのすごく気さくに話しかけてくださって。うん、であの 本当たわいいもない最近自分がストレッチはまってるんですみたいな話したらその YouTube 見てくださったりとか,、うん、か嬉しかったですしそう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 なるねえねはい、うん、なるねえちゃんの YouTube 見てて、うん、なるねえチャンネルねなるねえちゃんねうんあれね実践はしてるんだけど見るだけみたいな <laughs> だっても初日会ったらもうずっと黙ってん違うんですよ緊張してたんですよ役に入ってるもんだからあんまり違ま違ま口数が少ない人だからさ 違うんです、ね。とりあえずいい天気だねぐらい、いっておこうかな。ありがとうございました。嬉しかったです。<ー>その後も、あの、ご飯連れて行ってくださったりとかして。ご飯とか一緒に食べた時とかね、すっごいケラケラ笑ってくれて、すごいいい子なんですよ。<ー>本番入ったら、急に黙っちゃってね。い違うじゃ、そういうシーンなんです。そう,うかそういうシーンなんだな、はい、そうですそういうシーンなんかな。さあ、また。<laughs> ちょっと今、高橋とのあまりのギャップに、皆さんがね。親 <laughs> って思ってらっしゃるかもしれない。安田さんは、どうでしたか、現場の雰囲気としては、どんなものを感じていました。 幸吉、あのー、はやっぱりこういう作品ですからね緊張感ありましたしやっ,やっぱり豊原さんはもうキャリアにおいても大先輩ですから初めて今回こう一緒させていただいて本当光栄でしたし正直やっぱり緊張しましたまたこ,ここの会話のやりとりって何かもうピリピリしてるじゃないですかめっちゃ緊張しました ただ、あのー、原作のゆずき先生もお二人のシーンこう渋いかっこよさがもうにじみ出て止まらないというあえて言わせていただくとまさに池ケオだなっていうのをゆずき先生もおっしゃっているぐらいお二人のシーンが素晴らしかったという,ふうにおっしゃってるんですがどんなふうに豊原さんあのシーンは作り上げていったんですか安田さんとのシーンというのはピリピリしたシーンでしたけれどもそんなことはなかったですか、その裏では。 えもうごく普通にもともとあんまり現場で、あのー、気軽に話しかけられるこの器量がないんですよねでずっと黙ってることが多いもんですからあの食事行ったってのを聞いてちょっと1年越しですが話しかければよかったなってますそういう機会は豊原さんはじゃあこ僕はなかったです <laughs> 粛々とコンビニ <laughs> でピーナッツ買って <laughs> 夜ウイスキーを飲んでました。はいつまんなかった。つまんなかった言わないでください。い夜がね。そうですよね。えささんはどんなふうにお二人付きっていかれたんですか？そうですね。あの動機っていう設定なんですよ。で豊原さんは、えー、もちろんお若いですし、お若く見えますし、僕年相だし、じゃあ,あと何しようかなと思った時に。 とりりあえずおでこ反りましたね少し髪の毛交代させようと思ってこの辺結構不自由みたいなんですけど反りました反、はい。えー、れされたんですね、うん、らなくてもまあ大体年相に見えたとは思うんですけどね、えー、そういうことはさせていた,だいたことはい、ありがとうございますあの萩原さんにもぜひ現場の印象を伺いたいんですがいかがでしたか 現場の印象僕でも逆にこう皆さんほどやっぱこう事件の中心にいるわけじゃなかったので意外とこうそれこそね周りが結構噂話をしてるとか比較的ちょっとなんかこう本前編の中で言うとまあ緩いまではいかないですけど張り詰めすぎてないシーンも意外とこうあったりしたのでもしかするとまたねちょっと現場の雰囲気が。 違ったかもしれないですね、瞬間的にはなんとなくこう、ふわっとまででいかないですけどすごい、あのやっぱ三3人のシーンが緊迫感多いんで、りっくんのシーンはすごく、あの僕は癒されました <laughs>、はいあの。給湯室のシーンであるとか、そうですね、まさ、あ、しくそう、給湯室のシーンとかだと、意外と、こう脇 <laughs>、うんまあやあい,あいまでいかないですけどこう、張り詰めではない瞬間もあったりしたので、でなんかこう、 また違ったのかもしれないですね多分あの瞬間が一番ちょうど WBC が多分やってた時期なんです <laughs> であそこのお昼休憩とかもずっとバスケの話してるんですよ <laughs> でも全然 WBC の話入ってこなくてなんか食堂みたいなとこ <laughs> <ー>お借りしてたじゃないですかメキシコ線がねあってねでテレビがその食堂にあってもうすごかったですよさよならの瞬間お昼休憩で迎えてて <laughs> 休憩だったので <laughs> そうそう みんなテレビに張り付いてるのを見ながらご飯僕は食べてい <laughs> <laughs> たみたいなのもすごい冷めてたもんね。じ <laughs> ゃないです。冷めてはないですけど、なんかそういう瞬間も実はあったりしましたね。そうでしたか。そういうタイミングで撮影されてたんですね。豊原さんは何かこう撮影で印象に残っていることはありますか。撮影で印象に残っていることか、ええ。あのシー、C、について挙げていただいてもこの会は大丈夫なんですけれども。ああそうですね。あのー。 やっぱりカーチェイスっていうか、車がひっくり返るシーンを、あの、どうやって撮るのかなっていうのは、すごく楽しく見てました。はい。あそこは。え?。<laughs> なんか違った?。いいんです。その一。そうですよね。あ、いや、違うんですよ。それで、あの。その。カーチェイスが始まる前に、警察がわって出ていくシーンが。ありましたね。それで、かっこいいんです。なんか。 車がいいっぱい止まっていて、ってでテストやったときにあのカメラこっちですか豊原さんちょっとこっちいいかあのお顔がち,ょっとあのちゃんと映るようにお願いしますみたいなちょっとこう、なんていうんですかねちょ自分では思っているよりもキュッって感じやったんですかねあぶてカじゃないんでって言われたんで原監督もう少し自然にと言われたんで。出ててきそうだなと思っっちゃって、ええ でも原監督は帰ってきた内定官の後にこの作品を撮られそそうですそうでですすよね、はい、まさに警察ものが続いていたという状況だったということですけれども杉崎さんは何かこう特に印象に残ったシーンであるとか撮影中の出来事はありましたかあの藤田智子さんとのシーンもすごく印象に残っていてやっぱりこうなかなか実態のつかめない組織とかそこに。 そのしがらみにこう感じながらこう過ごしている人と向き合うシーンの方が多かったので、うーん個人としてこう心の触れ合いのような時間をこう過ごせたなみたいな気持ちがありますね。あそこで劇場で見ているとやっぱりほろっとされる方も多いようですね。あの藤田さんのクランクインがお葬式のシーンだったんですけど、もうものすごく役に。 のめり込まれていていなんか段取りする2時間ぐらい前から一人で控室でずっと泣いてたっていうのをお聞きしてもう段取りの場所に入ってきた瞬間号泣されてましたもんね,そうかったよねでも終わった瞬間もう花ち,ちゃんに抱き,、はい、抱きついてたよう、ね、そうでしたね,ね <laughs> そういうふうにこうあの役にこう入っていかれる方って私は初めてだったので。 びっくりしました。はい。あの監督は演出される上で、そういったシーンは何かお二人にお話になったんですか？あ、藤田さん、にですよね。はい。はい、いや、もう、えっ、ー、と、最初のその段階で、こういう、あの、お母さんなんで、こういう気持ちなんですみたいな話はしていただいし、させてもらって、で、現場来たらそういう状態だったんで、あ、もうバッチリだなっていうか、そこはもう本当にお任せするって感じでしたね。はい。